はい皆様こんにちはかぶくんテレビです、えー、先ほどですね、えー、自分の動画をちょっと見直してみてここはもうちょっとですねあのー、まあ禁断の内容と言いますかちょっとねあのー、まああまりね触れてはいけないね、えー、部分なのかなと思ったのでちょっとあのまあ真剣にねやろうと思いましてまあ、動画を撮り直すことにしましたはいえっと今回のこの問題というかねお話なんですけれども宇野昌磨選手のジャンプになりますはい えーまあ、あのこの猫姫様ですね猫姫猫姫様からコメントを頂い,いた内容で、えー、ちょっとねあの、まあ、先ほどすぐに動画を上げてしまったんですけれどもあの、まあ、ちょっとね、えー、あまりにも僕驚いたんでええー、ってねちょっと。 あのコメントをねえ僕自身がまあしてはいるんですけれども、これもね以前からねえまあ問題視されてた部分ではあったかと思うんですけれども、羽生選手のジャンプについてはねちょっとこうミスがあったら、がーがーがーってねえこに日本の解説者は羽生君の解説になるといちいち細かい嫌み,みに取れることを言うから、前にでしたと。 だけど、まあ、宇野くんのジャンプをしっかりと確認していない、えー、回転数もなぜいつもね、ここですよね、回転数もなぜいつも回転足り,足りないプレロテの宇野くんのジャンプをしっかりと確認したいのかですね、この赤の部分と、あのーまあ、そうですね。 赤の部分が羽生選手に対して青の部分が宇野昌磨選手に対してなんですけども、まあ、要はですね、えー、まあ羽生選手のジャンプよりも宇野昌磨選手のジャンプの方が、えーまあよりあまあ、要はその羽生選手の方がちゃんとした回転をやっているのになんで宇野君のジャンプはちょっと。 何、えー、かこう注意されないのかっていうところを気にされてるということですよね。はい、でこれについてやっぱこう禁断の内容で、まあ、触れてはいけない部分だと思ったので、まあ、僕もねちょっとあのー、まあこれしっかりと考えていかなければいけないのかなっていうふうにも思います。あといや今後の時代ですねその時代の変遷に伴って、まあ、かなりねあの、まあ、厳しく今後ジャッジがどんどんしていくのかと思うんですけどもあの、まあ、そこら辺をちょっと中心にお話ししていこうと思います。はい でぶっちゃけ言っちゃうとですね。あの正直言うとですよ。あの、確かに宇野昌磨選手のジャンプを何度も見てるとちょっとあの氷の表面で回転してるかな？っていう部分は確かにこれありますよね。これはぶっちゃけ言っちゃうとはいあります羽生選手の方が油がね。パチパチと跳ねている。ジャンプでこう。パチンってジャンプを飛ぶので、まあすぐにこう。あの地表面から。 パーンと、ねえー、飛ぶということで、まあ、その要はこうプレーロ,ロテになってませんよね、すぐにフーッと飛ぶので、えーまあ、つまり空中での回転数が長いということですよね。で、オノ・ソウマ選手のジャンプは、まあ、よりこう空中で回るというよりは下、下の方で地面で少しこう回ってからジャンプを、ね、飛んでるんじゃないかというところがやっぱりあ,のあるということなんですよね。でこれはもう一回何度も言うんですけども、まあ、禁断の部分だと、うん、触れてはいけない部分だなというふうに僕は思うんですよ。 えこれを触れちゃうとちょっとねえまあジャッジもえお客さんもちょっといろいろい,ろいざこざかをきやすい部分かなと思ったんでまあ僕もねちょっと触れたあまり触れてはいけない部分かなと思ったんですけれども一つねもう一つ理由があってあのもう一つねあのえっとまあ要はそのお話をするとあのまあ 特性上ね許されるのかなっていうふうにちょっと思った部分もありますね。宇野昌磨選手の、えー、ジャンプの特性上、ウノくんのジャンプの感じだと許されてしまうっていうことかもしれない。ウノくんだから許されるっていうその可能性もありますよね。うん。まあ、そもそも私もジャ,ジャッジがねしっかりとこうジャンプの回転をね確認している。 えー、ジャッジが確認をするもんですから、まあ、僕はとにかく言うあれではないんですけども宇野、まあ、あののんだからこそ許さ,許される何かがあるのかなという感じはあるかと思います。はいまあ、あとはですね、まあ、4回転ジャンプだからある程度の回転不足は許されるということもなくはないのかなと思いますね。えー まあ、特に4回転フリップジャンプですね、4回転フリップジャンプは宇野昌磨選手が、まあ、一番最初に、ねえー、飛んだ選手、成功させた選手として、えーまあ、宇野選手がパイオニアになったわけなんですけど、まあ、そういった意味で、まあ、この4回転フリップジャンプに対してもね、あるいは4回転サルコーに対してもなんかく、えーと、地方面で,地表面で回ってから、ねえー、ジャンプを飛んでるから、回転不足なんじゃないかという指摘が以前からありましたよね。 でこれはあのど,うどういうふうに、ねえー、伝えていけばいいのか結構悩む部分ではあるんですけど、まあ、4回転だからこそ、まあ、多めにビルっていう部分も、まあ、多少はね、えーまあ、その多めにビルっていうかこう多めにビルっていう部分も、まあ、ゼロじゃないのかなっていう感じがあります。じゃあ羽生選手との比較どうするんだよっていう、ね、気になっちゃいますよね。うん で今後、まあ、僕一つポイントとして考えられるのが AI ですね。これは以前もお話ししたんですけど AI。えー、これからやはりまあ AI とか IoT とかっていってね、もののインターネットっていう時代になってくるんですけど、まあ、これからこういったあの、まあ、ロボットがね、えー、フィギュアスケートのジャッジをする可能性もあるので、あのまあ今新型コロナ禍ですから、まあ、そう考えると、えー、まあより厳密に、よ,よりね、まあ、ロボットっぽく、 えー、よりこう本当もう数値的に、ねえーまあ、ジャッジの目というよりも,本当もうロボットにして、おいおいって感じで、うんあのまあ、そういう感じで、まあ、採点される可能性もあるので、まあ、その時にですに、ね、宇野昌磨選手の、まあ、ジャンプがどのように評価されるのか、すごく気になるかなとは思います。 やはり今も、ねえー、まあコンピューターで使ってジャッジをし,しているというのはあるんですけどでも、やっぱり人の目っというのが最終的に出てくると思うのでやはり人の目の方が比重としてはまだ大きいのかなという印象があるので今後、より、ねまあ、コンピューターが判断していくとなると、まあ、そこら辺、ね、どのような対応になるのか気になるところではありますね。 ちなみに宇野昌磨選手は、まあ、昨年ちょっと調子が悪くなってしまったっていうのはもしかするとこのジャンプの回転不足っていうのを認識し始めてしまったっていう部分もあるかもしれないですね。まあ、それによって、えー、ジャンプの回転を足りるようにするためには、えー、環境の変化環境を変えていこうっていうところで、まあ、ちょっとその環境の移り変わりで、まあ、先生がいなかったりとかして、まあ、悩みがあったりして、えー、ちょっと挫折しちゃったっていう部分もあるかもしれませんね。はい。 ですけれども、まあ、ステファン・ランビエール氏についてですね、まあ、そういったところをこう、まあ、フィギュアスケートを楽しむところから始めているというところがあるので、まあ、そういった意味でですね、まあ、回転不足、うんぬんというよりも、フィギュアスケートをこう、まあ、楽しくね、純粋にこう、まあ、宇,野宇野昌磨選手が、えー、今回の全日本選手権もそうでしたけれども、まあ、楽しくね、えー、滑ってたシーンが結構ありましたよね。 かと思うので、まあ、久しぶりな全日本選手権ということでですね、まあ、あのあのすごい充実した全日本選手権を過ごされたと。 いうところがあるのでまあ、とてもそういったところがね、えー、そのまあジャンプの回転不足云々というよりもそういったところがまあとてもね、えー、大事なんじゃないかなと思いますで回転不足云々についてはこれからまあそういったジャッジの判定ですねまあ、それについては僕はちょっと、えー、ノーコメントでいきたいんですけれどもまあ、やはり一つ言えることは先ほど言ったように AI や IoT ですねまあそういったところがどう判断するかというところかと思いますねはい うん、というわけで、あ,のあんまり答えにはなってなかったかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、あんまり、ね、触れてはいけない部分だったんで、僕も軽率に、ねえー、動画を出してしまわないようにしたかったんですけど、あした部分は、ね、すぐに動画を削除して、もう一回い取り直したという感じです。はいえー まあ触れてはいけない部分なんですが、やっぱりこの問題、ずっとこれからもね結構厳しくね、この問題ずっとやっぱ続くと思うので、これからのフィギュアスケートとかね、その時代の変遷に伴いましてどうなるのか、まあやっぱりこの回転不足問題、ねえ皆様と注目していきたいと思います。はいといとうわけで、えー もしまたね、えー、なんか質問がありましたら、えー、コメントしていただけると、まあ、僕のね、答えられる範囲で答えていこうと思います。はい。というわけで、本日はこれで以上になります。